彼の二人の息子たちによって運ばれるディアゴラス。ディアゴラスは、前5世紀に活躍した古代イギリシアのボクサー。古代オリンピックなどの全ギリシア的大祭で何度も優勝したことに加え、彼の息子や孫も同じように優勝を果たした。ロドス島出身であり、母方は第二次メッセニア戦争にてメッセニアの指揮を取った英雄アリストメネスの子孫である。ディアゴラスは、 ボクシングにおいて類いまれなる戦績を残している。古代オリンピックでは2回、ネメア大祭でも2回、ピューティア大祭では最低でも1回、イストミア大祭では4回の優勝経験がある。当時、全ギリシア的大祭での優勝はこの上ない名誉とされており、詩人ピンダロスによってその戦績を褒めたたえられるほどであった。現代でも、ディアゴラスは、ロドストを代表する英雄とみなされ、 ロードス・ディアゴラス国際空港、ディアゴラス FC は、彼の名前から名付けられた。ディアゴラスには3人の息子がおり、3人ともオリンピック、優勝者である。長男のダマゲトスは、パンクラチオンで2回優勝し、次男のアコーシラオスは、ボクシングで全448年に優勝している。三男のドリエウスは、全432、428、424年の三回。 パンクラチオンで優勝を飾っている。彼の二人の息子、ダマゲトスとアコーシラオスが同時優勝した全448年に、ディアゴラスは二人の肩に乗って、スタジアムを巡った。息子が優勝するだけでも、大いなる栄誉であるのに、その息子が二人同時に優勝するという、幸福の絶頂であった。監修は彼らを褒めたたえ、歓声を送った。 ここで、ディアゴラスは一部の監修に、以下のように言われたと伝えられる。タウシータアルファーニューイプシロン、デルタイオタアルファーガンマローアルファー、カッパアルファ、ラムダウプシロンミューパイニュー、ニューアルファーベータシグマ、キャスイン、ダイアガーウカイエスオリンポンアナベーセイイ今ここで死ぬんだ、ディアゴラス。他では、オリンポス山に登り詰めることはできない。古代ギリシアでは、 人は幸福の絶頂時に死ぬことが一番の幸せだとされていた。なぜなら人生は右与曲折であり、今が幸福の絶頂でもいずれ不幸のどん底に突き落とされるかもしれないからだ。したがって不幸を知らぬ幸福なうちに死ぬことが良しとされていた。ここでは息子二人がオリンピック優勝を果たすという最上の幸福を味わっているうちに死ねば、ディアゴラスは 世界一の幸せ者になれるから、監修はこう叫んだのである。しかし、ディアゴラスの栄光はこれで終わらず、彼の孫であるペイシロードスやエウクレスも、オリンピック優勝を果たした。ありがとうございます。